F1 ドライバー、そして現在は ARTA 総監督の鈴木あぐりさんです。日本の最高峰のレースでチャンピオン取って、うん、そしたら電話がかかってきたんですよ、あのフランスから、うん、その時3000万持ってこいって、そんなの金あるわけねえじゃん、誘ってるにもかかわらず3000万円出せ、乗りたいんだったらお金払ったら乗せるよみたいな、3000万円でもそれって今日の詐欺みたいな話ですよ、ね、そう電話かかってきた、ちょっと詐欺みたい、本当だ、車乗せるから3000万持ってきてる。あの35歳で引退なさったんですけども、うん、何なんですかその引退をするっていう自分の中の、自分の中で、うん、僕はもう35で F1 辞めるってもう前から決めてたんです。日本でチーム作って、うん、若い子たちを F1 乗せてあげようというもう決めてました、うん、45で F1 チーム作るって、うん、ずっと決めてました。ああすごいねそれはね。いやだからそこがすごいよね、いい時に辞めるんだもん、うんね、なかなかね自分で自分のなんか決断するやめられないよね。だからずる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 引っ張っていって落ちぶれていく選手っていろんなアスリートでいるじゃない、うん、だからその35ってさまだまだ全然できる年齢だから、うん、この勇気がねやめる。いやまあその F1 はね、うん、F1 はもうやめようで日本帰ってきてからがもうさっき言った、うんもうダメですよ、ダメな人間ダメになってきた、こっからですよね、誰くるのあなたとジムで知り合ったからよ、ね、人生として味が出てくる、こんな男とジムで知り合ったそうなんだここからね、どんどんね奈落の底へ落ちてくる、奈落もうずっと今そこだからすごい人生になっていっちゃういやだけど、うん、すごいと思うよ、その決断がですよ ねいい時に辞めるってものすごく勇気がいる、うん、まあ、なんでもそうじゃない、ロケットがもう下向いてから次のロケット飛ばそうと思ったって下に刺さるだけだから、うんまあ、浮いてる上向いてる最中にもうケイちゃんにも、うん、もういい時やめなってもうまだ乗れるしケイちゃんもうちょっとやりたいとかもうダメダメダメもう終わりとそう俺がやめる時そう俺がやめる時そうだったよ。へえ、あぐりさんがおっしゃったんですね。じゃあそう2003年にやめたんだけど2002年の夏頃に飲みに行って、うんうん、ケイちゃんさこう落ちぶれた一流選手見た、落ちぶれてみんなやめてくんだよ、うん、その落ちぶれたとこしかファンは見てないよ、うん、最後ね、うん、だからなんかしがみついてる姿、うん、だからいい時にやめな、じゃあ今年いっぱいでやめる、へーすごい、飲んでる席に決まったの、へーだから一番いい時にやめたらファンはずっとそのいい時の思い出しかないから、うん、まあそれはそう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 、だから未だになんかこう偉そうにしてられるいや本当に本当にケイちゃん才能あるから大丈夫、いやいやいや、でもそういうものはすごいと思うな、F1だよ、年間いくらもらってたか知ってる？いや私本当わかんない、いくらですか？5億もらってた、やば、年間5億もらって一切遊びに行けないじゃない、うん、で1年間ずっと転戦だから、うん、20戦以上だからその金を今日本で使い切っちゃった、うん、使い切れるんだ、いやいやもっとF1 チーム作るときに全部使っちゃった、なくなっちゃった。ああ、そっか。立ち上げてどれからなんですか？チームに選ばれるまでに20億。で、デポジット払わなくちゃいけないのが55億、うん。で、年間の予算が120億。うん、そんなに持ってたの？え、確かに。いやいや、だからその最初の立ち上げ資金はありましたよ。うんうん、立ち上げるために、うんうん。でもその時には F1 チームじゃないんですよ、まだ。はい、でも人を集め、工場借りて、うん、車作らないといけないから、うん、そのために20億。今度スポンサー探してスポンサー でも55億円っていうデポジットを積まないとダメなんですよ、うんうん、その動かしちゃいけないお金、まあ、保証金みたいな、保証金は、はい、もう現役をやめてるわけじゃないですか、やめてるんです、うん、その中でよく出してもらえる友達がね50億貸してくれましたよ。50億だよ、それ紹介してくださいよそんなすごくないですか、ね、この人このスポンサーだってほしいですよねそんな夢のような人がいるんだったら俺が一緒ですよ、でももう本当にポンと返してくれました、いやいや返してよとかって、でなんか文章とか書くわけじゃないの、全然いいよ、貸してよ、口約束そのまま逃げちゃえばよかった、確かにその永遠に遊べた、あそうで、それは使えないお金だから、あそうですね、まあ、それと別にルキングですもんね、あの活動費ですね、活動費がもう大変だったな、そうすると、まあ、やっていくわけじゃないですか、で どうなんですか、その実際自分はね、すごい才能があってやっていけるわけじゃない、うん、でも今度入ってくる人はそんなにみんながみんな才能あるわけじゃないでしょ、
そうするとあったかーみたいな、なんかあの育てるって気持ちと苛立ちという気持ちと、まあ、お金というさ、うん、いろんなことが頭の中回りますよ ね、 ありますよね。その時に、まあ、佐藤拓磨っていうドライバーが、うん、うちのドライバーに、まあ、ホンダのワークスドライバーだったんだけれども、うん、そのジョイントしてくれて、はい、一生懸命やってくれましたね。本当に感謝する、うん、スーパースターですよ ね、 ね、すごく感謝。もうでは彼がねうちのチームに来る時、拓磨ね、お前今までは大金持ちの家の子だったけど、うん、うちのチーム、うん、激貧乏だから、うん、ね、あと大丈夫です、僕頑張りますから、うん、もうやりますよっつって、うん、で一緒にやってくれて、うん、まあでも2年半ぐらいで終わりましたけどね、うん、だって100億かかるんですよ1年間、100億ってピンとこないでしょ、うん、ピンとこないですよ、ね、もうあ100億かって爆1週間2億ですよ、やば1週間に2億円って言ったら結構、うん、近寄ってくるでしょ、うん、もうその中で土屋さんとあぐりさんとはどういう感じで、あぐちゃんが F1 ドライバーの頃、うん、前世の頃、うん、ヨーロッパに行ってて、うん、俺はフジテレビのレポーターで行って、うん、そこで立ち話だよね、あれブラジルだよ、ブラジル、ブラジルか、ブラジル立ち話あの俺 F1 やめたらさ日本に帰るから一緒にやろうよ、一緒に GT 乗ろうよ、うん、で俺的には腹の中でこんなやろカメラ回ってるからうまいことばっかり言いやがってと、あ回りながらそれおっしゃったんですか、そうそうそう、なんかこう俺的にはね、なんか上から目線で言われてるみたいで、がムカつくなこいつと思ってそしたら本当に日本に帰ってきてから一緒にやるって言ったよね、いや、あ覚えてんだ、でそれでね一緒にやるようになったの、へ、それからずっとですよ、もうね、ずっと22年も一緒に。で今のこの会社はどうなんですか、一緒にやってるこの、うん、ARTA、 はでも絶好調ですよ、もう毎回毎年その GT300 も GT500 もやってるんだけれども、うん、必ず最終戦までシリーズチャンピオン争いはするっていうチームですよ、うんうん、まあ頑張ってるよね、うん、みんな頑張ってくれてる、うん、僕何もしてないですけどね、頑張ってよって、金集めが大変なので言いづらいことは全部土屋圭一に言わしてるの、ドライバーにちょっと言ってきてと言わないやん、優しいから言いない、恨まれたくない恨まれたくない、まあ、それじゃあもうそれぞれの持ち分がある、役割分だね、だけいちゃんが夜飯ドライバー誘って、そうそう、お前これじゃクビになるぞとかって、あぐり怒ってるぞとかってそれは俺の役目、なるほど、あの ARTA のその2023年の展望ってあるんですか、チャンピオンだって史上最強でしょ、最強ですね、今年が史上最強に強いと思います、今年の ARTA は史上最強だぐらいなつもりでいこうかな、あんまり毎年言ってるの、いや大事ですよ、大事大事、いやでも本当に強いよね、うん、今年は強 い、 なんか今日ねずっとすごくためになるいい話してるんですけども、うんうん、ジムで会うあぐりさんは、うん、女の話しか言わないから、このなんでそこで落とすかね、このなんかこれ何なんですか、このなんかいつも不安としたなんか周りにいつも女の子いそうなこの雰囲気を漂わせて、いないじゃないですか、男風呂に女の子いないから、なんかそのじゃあその最後にですけど、素晴らしい話たくさん聞いたから素晴らしくない話もちょっと聞きたいんですけど、お願いしますよ、阿部さん本当にそんな飲むんですか、お酒はね、酒は飲むよ、だっていつもあの土屋さんがここにいらっしゃってオープニング撮るときにちょっと顔がむくんでると、うん、絶対前日であぐりさんと飲んだでしょって話で盛り上がってたんですよでなんか本当に朝方まで飲むっていうから、そんな飲むのっていう話、飲むよ、でも最近はもう飲まなくなったね、やっぱもうちょっと病気続きだったんでちょっと飲まなくなった、病気、はい、もう僕飲みすぎ、がん3回やってるんですよ、うん、へえ、本当、あもう胃がん、肺がん、前立腺がん、うん、うわすごくない？デパートだよ。本当ですね。もう取るもなくなってきちゃった。あ、取った全部。全部取っちゃう。一回目のがんになった時、ね、電話来て、けいちゃん、誰にも言わないでよ。がんになっちゃったから、見舞いに来て、絶対誰にも言っちゃダメだよ。ね、見舞いに行くじゃん。みんな来てんだよなんか。みんな見舞いに。かわいい、ね。誰にも言うなって言ってんじゃん。かわいい。寂しがり屋だ。もうね疲れちゃって1日20人ぐらい来るんですよ、毎日毎日もうあ今日も1日始まるみたいな呼ばなくていいよ、それ大人気、俺は俺だけだと思ってから見舞いに行ったら、そうだよね、そしたら並んでんだよ病室の前でこう
ね、いいね、それはねえだろう。いやでも、ね、人柄がわかるよね。本当ですね。 あれでその中で並んでる中にも女性もいるんですよ当然。ほとんどお姉ちゃん。 お姉ちゃんじゃない。お姉ちゃん、うち奥さんずっと朝から晩までいて、明日来なくていいよって言ったら女呼ぶんでしょとかって言われて、言われてでしょ。もう毎日毎日大変だから明日は休みなとか言ったら怪しい。いやそれは怪しいじゃなくて完全ですよ。だから匂い、嗅覚がすごい。そうそう、うん、本当に嗅覚がね、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。車の話番組 YouTube では非公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。